こんにちは、君は誰？こんな世界の真ん中で、私の前に現れて、わからない。こんにちは、君は誰なの？勝手に心掴んでくの。私は君を好きになるの。許せない。広い世界、ありふれたコンビニの自動ドア、偶然肩がぶつかり、ストーリーは私を主役にする。ないないない奇跡なんてないんだよ。期待もしてない出会いなんて映画の中の出来事でしょ。私君ときめいたわけじゃないんだよ。でもね、まあ運命ってものも侮れないと思うの。もしも昨日は好きな彼に振られてなかったら、きっと下を向いてここへ来てなかったし、もう少し私の考え方が現実的だった、きっとこんな出会い信じなかった。私の心